はい、どうも。じゃあ今日はメダルパーティーやっていこうか。まあ、ジャックポット当たるまで今日もやっていきましょう。ということで。じゃあまあこんだけジャックポットあれば何か当たると思うんで、まあ、できればスーパージャックポットも来てほしいですね。でもこのペースじゃ無理ですね。まあジャックポットチャンス入ったんで、まあいいですね。とりあえずゴールドジャックポット当てたいな。まだ設定できないんで、自分でシルバーゴールド両方当てないと、この初めのジャックポットの枚数が決めれないんで、ね、なんとかしたいですね。さあ、長いね。いいぞ。ああ。100には入ってほしくなかったな。まあ、まだ最初なんで。なんとかなるっしょ。なんでよ、まだ初めて1時間もやってないから。どうなの？あんまわかんないもん。なんかこのゲームあんま分かんないんで、詳しい、まあ、分かる人はいろいろ教えてください。お願いします。ジャックポットの方が多いかな。さすがに入るでしょ、これは。入ることを願おう。そんなことあるやん。なぜ25に入るやん。あってはいけない数字だからね。25ってのは。メダルやる人はわかる。25に入った時のムカつきさは多分誰でもわかるはず。確変だとこれ2倍の払い出したのかな。この書いてあるの。なんだろうな、多分。ちょっとスーパージャックと仮に来たとしても、あのドリームプッシャーのあのメダルの王さんには多分勝てないから、絶対。まあ、やっていく、と思ったら来ましたね。スーパージャックポット。来たよ。倍率がないからね、これ。まあ、そこら辺はしゃあないんだろうね。そこはしょうがないので、ああ素通り。よし、恥だ、弾かれた。さあ、どこ入る？100は避けたいところ。
おっと、なかなか決まりませんな。あー、300っぽいな。あー、でも違う。な、長い。すごい長い。大抵こうやって長い時ってさ、何かが起きるってことか。めっちゃ長い。弾いた。さらに弾く。そして200も素通り。そして100も通り過ぎる。さあ、どうだ。入ったー、来た。嘘でしょ、マジで言ってる。まあ、枚数的には、まあちょっと少ないけど、まあ、嬉しさっていうものがありますね、こりゃ。いいっすね。いやー、マジか。まだこのゲーム初めて、どうだろう。1時間経ってるくらいでしょ。それでスーパージャックポット当たるのは嬉しいよ、めっちゃ。まあ、枚数の問題だけど、枚数よりも当たったことの嬉しさ、あるんだよな、やっぱ。ってことは今日は終わり？これで。終わりか。次の企画も考えんとな。また。なんか、メダルゲームでやってほしいものがあったら教えてください。もしかしたら、それ動画出すかもしれませんね。いやー、まあ、まあ、時間当たったか。いや、でもな、ゴールド当てんと、自分で最初のジャックポットの枚数決めないからな。5000枚にしたいんだけど。まあ、何枚か分からんけど。何枚かな。なんかこの払い出しいいよね。なんかいい。すぐ当たったね、今日。いいよね、こうやってすぐ当たるのって。でもシルバーゴールド当てようと思ったつもりが、まさかのスーパージャックポット当たるなんて。すごいな。あ、払い出しもうあれね。いやー、楽しかった。仮に、ちょっと待って。あー、やっぱりか。設定できないんだ、これ。まあ、ってことで、今日はなんかすぐに終わりましたね。まあ、まあ、3連休入ったし、なんとか、最低1本は動画だ、出していこうと思います。ってことで、まあ今日の動画はここまでですね。まあ、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。